こんにちは、まちどりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、福島県須賀川市須賀川駅に来て、2022年4月11日時間はですね、15時45分午後3時45分ですね。ここからですね、このですね、この銅像を見てもらったら分かると思うんですけど、ウルトラマンの生みの親の、鈴浦英二監督の故郷らしいんで、その鈴浦英二さんがですね、記念館か、まあ、ミュージアムか、そういうのがあるらしいんで、そこまでに大体 1.5 キロぐらいだったんですけども、歩いていきたいと思います。駅前はね、こういう感じで、繁華街はですね、ミュージアムの近くのあたりが繁華街らしくて、そのあたりまでね、歩いていけたらと思います。駅はね、こういう感じですね。街灯がウルトラセブンの街灯なんですけど、ね、ここからは普通の街灯なんですけど、ウルトラマン好きにはなかなか止まらない感じだと思うんですけども、
きついですね。福島県は本当どこ行っても桜が綺麗で、すごいですよね。ちょっと向こうに強引に渡らせてもらったのは、ウルトラマンの像が立ってますね。よく見ると左側だけかと思ったら右側にも立ってますね。両側に立ってました。強引に渡らなくてもよかったかもしれない。釈迦道坂、太郎ですか、太郎です。今太郎なんですけど、向こう側に、エースがいて、ウルトラの母ゾフィー、すごいですね。全部両方取っていきたいんですけど、ちょっと難しいんで、こっち行ったりこっち行ったりしながら。ウルトラマンジャックって知らないですね。東京だとね、祖師ヶ谷大蔵が商店街全体がこうウルトラマンの感じで、入り口にゾフィーが飛んでたりとかするんですけど、あとベンチにカネゴンが座ってたりね。これを見てる方は世代的に言うとどれですかね。ここは帰ってきたウルトラマンとエースがドンピシャだったように記憶してるんですけど、最初は男女が変身するというか、ウルトラマンエースが確か
男女のペアだったんですけど、途中から女性がどこか行ってしまって、男の人だけになったように記憶してるんですけど、違いましたっけね。これウルトラの母ですね。須賀川市は M78 星雲、光の国と姉妹都市です。それぞれにこう ウルトラマンが好きだったり、戦隊ものが好きだったり、仮面ライダーシリーズが好きだったり、それぞれあったかと思うんですけど、こういう町おこしはね、結構面白いですよね。なぜかかかってる音楽がレイ・ハラカミだったりとかするのが渋いんですけど、ゼットンですね。向こうにあれがジョフィーですね。一応これ最後まで全部見ていきたいと思うんですけど、ウルトラマンメドレーとかをかけてくれたりはしないんですね。例えば今年からね、新ウルトラマンがあるんですよね。なんでまたウルトラマンが盛り上がるんじゃないかなとは思ってるんですけど、あれは何でしたっけね、これが
く知らないウルトラマンジャック。後ろ背中が結構特徴があるんですね。1.5 キロぐらいなんでね、ちょっと子供が歩くの厳しいかもしれないんですけど、でもまあゆっくり歩くとね楽しそうじゃないかなと思います。エレキングがいます。この辺渡りましょうかね。すごいですね、結構作りが全然チャチくなくていいですよね。銅像とかも置かれてて、なんか集まるものだったらいいように思ったんですけど、これが図書館なんですかね。須賀川市民交流センター、なんか図書館も入ってるような。あと、ああここに潰れアレジミュージアムが入ってるんですね。5階に入ってるみたいですね。火曜日、年末年始お休みで9時から5時まで。あとはなんか図書館があったりとか、なんか市民活動サポートセンターとか、そういうのがあるみたいです。こういうので、こういうこう町おこし、キャラクターで町おこししててうまくいってるのってどこなんですかね。
からちょっと会場が続きます。ちょっと夜見るが怖いですね、やっぱりキグモとかゴモラ、ゴモラは怖かったんですけど、あとはそこにカネコンがいて、このウルトラマンで最後ですかね。そうですね、これで多分最後ですね。ではですね、このウルトラマンを映しながら撮影を終えたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。コメントいただけたらですね、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。ではありがとうございました。